いやー、ホッキョクグマはもうやめましょう。強すぎる。頑張ればいけるけど、氷邪魔だな。お肉、お肉。これ食べたいですね。これ食べて、元気を。いやー、ほんとやばかった。早く明るく。いやー、厳しいな。肉焼けたかな。よし。熊肉。よし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 。いいですね。異様に硬かったな。HP、めちゃくちゃありますね。ホッキョクグマ装備は結構辛い。相当強いですね。あーでも、熊肉3つはありがたいな。早く回復してほしいんですけどね。とにかく、ホッキョクグマは避けていくと。それは分かった。戦っといてよかったですね。初めのうちに。ちょこっとずつ前へ進んでいかないとな。よし、これで。熊肉は全部 OK なんで。いろいろ取れたのはいいんですけど。あ、これ置いてくればよかったな。あ、来ちゃった。暴風雪来た。一度ここで耐えられるかどうかだな。で、終わったら一気に移動だな、じゃあ。窓枠作った方がいいかな。なんか寒そうですね。窓枠テックツリー取るか。さすがになんか、まあ大丈夫なんだろうけど、もう取った。はい。まだありますもんね。ああ、ただもうだいぶ少なくなって、あんま荷物も増やしたくないんですけど、一応閉めとこう。で絶対耐えられないですよね、雪の色。ああ、もう。雪が入ってきてるけど。寒いですね。焚き火当たってても寒いんですけど。あれ、木取っていかないと死ぬな。寒い寒い寒い。めちゃくちゃ寒いな。凍え死ぬぞ、これ。体が温まらない。焚き火もう一個必要かな。あー、石がないな。あー、下がってる。嘘でしょ。あれ、きついですね。あ、なんか雪が積もってきた。あー、そっか。松明も持っとけばいいんだ、これ。松明も、やろう。これでどうだ。怖いじるな、これ。燃えたら、家燃えたらもう終わります。しかも長いな。やばくないですか、これ。この寒さ。これもう朝ですね。朝8時なんですけど。死ぬな。ああ、崩れてきた。やっぱ石だな。ダメージが入って、まだ強いとこじゃないんですけどね。ちょっと待って、早い。壊れ方がめちゃくちゃ早いんですけど。雪が上積もってるからかな、これ。雪の重さでひび入ってるのかもしれないな。ああそういうことだ、きっと。やばい、雪が積もって重さで潰される、これ。石だな、石じゃないと無理だ、これ。耐えられないんだ。やばいな。寒さもやばいし。まあ、でもなんとかまだなってるけど。多分雪の重さで壊れそうですね。柱がないとダメだな。ちょっと待って、柱作るか。2本しか作れない。これはまずい。雪国甘くないですね、これ。一回の暴風雪も耐えられないな、家あっても。石の家セットですね。あ、でもなんとか
ハムさんはダメだな。なんかストーブ、雪が。どんだけ雪降るのこれ。いやー外どうなってるのこれ。真っ白、視界も見えなくなるんだな。あーこっちも壊れる。あれ過酷だな。いやこっからまた長いですね。もう無理、もうこれ以上無理だな。柱こっから取るか、柱の分を。柱があればなんとかなりそう。あーもうあれがない。ファイバーがない。壊れる。今強いとこ来ちゃいましたね。覚え死ぬ。ギリギリ凍傷にはなんないのかな。待って、これが壊れちゃう。いや なんとかいけるけど、寒さ対策ですよね。地獄だな。どうなったよ。一番強いとこだと、まあ開けといても大丈夫なんだな。なんとか耐えられそう。まあなんとかなるか。いけないことはないか。ミシミシ言ってるけど、一応耐えられますね。ギリギリ雪に潰されそうなんだよなこの家。多分相当積もってると思うんですよね。なんとかなるな。寒さも一応大丈夫だな。これってなくなってるんですよね。どういう状態なのこれ。これ雪の重さとかも再現されてんだな。すごいな。雪に重量がある。な、針みたいな感じでつけた方がいいかもしれないですね。外見てみたいですね。いや木材が相当必要だな。なんかだるまストーブってあったか、それを作って持ってきた方がいいかもしれないですね。これか、これあったかそうですね。あでもエポキシ樹脂が必要になってくるのか。しかも鉄インゴット40か。40は厳しいな。暖炉があるのか。暖炉だったらいけんな。安全に調理できる。でもあんま暖かくなさそうですね。火鉢、光だから違うな。光源だからな。よーし、温まってきた。でも凍傷にはなんないからいいかもしれないですね。ちょっと外見てみましょうか。確かに三角だと良さ。おーミシミシって。ちょっと崩れるってこれ。ちょっと待って。屋根が。ひどいですねこれ。屋根ついに崩れちゃった最後。重すぎるんだな。すごいなこれ。ホッキョクグマもいるし、もう大変ですね。屋根が抜けた。これ屋根は完全ロスト？あ、ロストしちゃってんだ。これダメだな。一度戻るしかないですね。屋根ロストしちゃった。寒さ対策というか雪対策ですよね。こうなってくると。そこキーあるのか、まだ。
あ、いか、ドアも壊しちゃった。これはきつい。連続すごいな。いや、ちょっと待って、これ。石だな。石、あ、待って、クマもいる。それ普通のクマ。いや、戻りましょう、戻りましょう、一度。ダメだ、これは。さすがにこれ、身動きは取れなくなる。寒さ対策もしなきゃいけない。ストームも来てますね、こっち側。こっち側はこっち側ですごいだ。大丈夫だったかな。もう大変なことになってますね。あれはちょっと両方とも大変ですね。家が心配。あれ、石の家セット持ってかないと持たない。あとは寒さ対策、木材とか何でもいいから大量に持ってかないと。石の家1マスセットですね。それを作ろう。お豆腐ハウスだと雪が積もって壊れるのが辛いですね。三角屋根を。石の家だったら大丈夫そうですけどね。この家の修理もしなきゃいけないかもしれない。あー、ちょっと壊れてますね、やっぱり。2階の方か。ここら辺は大丈夫だったな。2階がちょっとやばい。ここも壊れてる。嵐で少し家が壊れた。まあ、石の家のやつはどこまで取ってんだ。スロープもやっぱり取るか。あ、倒木耐性、強風耐性プラス50って書いてある。あ、なるほど。あー、温度遮断プラス6。あー、やっぱいいですね、これだな。で、ここにしよう。はい。あー、いけますね。1マスでいいですからね、これ。わー、木材があればいいか。やっぱ雪のバイオームとか行くようになったら確実に石の家は必要ですね。よいしょ。もう2枚。これがやっぱ2つぐらい必要かな。1個でいけるの？多分三角のが2つかな。よし、じゃあちょっとお試しセット。はい。これ。あー、いいですね。はいはいはい。わー、見るからに頑丈そう。久々だな、石の家。で、これですよね。これを、こうか。あー、そうなると、やっぱ三角ピースが必要になると。これですよね。ハーフじゃなくて。これでできるかな。あー、かわいい。いい家。おしゃれじゃないですか。あ、これいいな。多分これで雪の重さにも耐えられるはず。あー、かわいい。はいはいはい。あー、いけますね。こうだ。で、あとは、ドアは普通に作ると。木のドアは壊れないと思うんですよね。はい。完成。モデルハウス。あ、こんなでかいの。ちょっと待って。大きさが全然違う。こんなでかさだと思わなかった。いいんですけど。これサイズ変えられるのかな。はいはいはい。あ、素晴らしい。あ、いけましたね。あ、めちゃくちゃいい家。ちょっと記念撮影。あ、これだったら雪地帯でも全然余裕そうですね。記念撮影。あー、いいですね。完璧じゃないですか？はい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 。良さそう良さそう。いい家ですね。うん。暴風雪でもびくともしないでしょ。行っちゃおうかな、このまま。
このまま行きましょうか。今アイテムをしっかりどれ持っていくかを考えて、でこれを解体してどんぐらいの重量になるかですね。ここら辺が大変だからな。結構な重量になりそうですね。いけるか。ああ、いけますね。で、インベントリーも多少余裕があると。ああ、いっか。あ、シャベルか。シャベルがあれば、氷が取れるんで、シャベル作るか。まあ、普通に氷だけだったらいけんのか。鉄のリペアハンマー。ああ、これいいな。これ欲しいな。鉄のリペアハンマーか。行動停止時間マイナス 10%。 これ欲しい。あとシャベルかな。雪かきは友の埋葬に使用できるんで雪かきしようかな。うわー、ポイントが。シャベルと、でも、もう荷物がいっぱいいっぱいなんですよね。これで、でもこれ修理できなくなっちゃうのか。まあ一応持ってくか。大丈夫かな。曜日あった方がいいかな、屋根。一応念のため、曜日を一個ずつ持ってこうかな。何かあった時に。もう怖くてしょうがないですね。いや、でもそれ重量オーバーか。いやね、もう向こう現地で作れないですからね、石系は。うわ、ギリギリ。あー、あと凍傷用加熱包帯もうちょっと欲しいな。加熱包帯で、加熱包帯2つだけだとちょっと不安ですね。狼か。ええ、めちゃくちゃいません？びっくりした。大丈夫？あ、23レベル上がりました。あ、ちょうどいいですね。ちょうどよかった。あ、もう寝れますね。18時で。寝て起きて水飲んで出発かな。あと加熱包帯か。やって、水ですね。はい。あー！ストーム来ちゃった。もう行きたいな。ストーム来ちゃいましたね。本当はもうそのまま行きたかったんですけど、嵐来たんで、ちょっと待ちながら、この鉄のリペアハンマーどれぐらい効果あるのか確認したいですね。あとは耐久値か。あ、壊れてきた。これ一回やってみるか。はい。あ、全然壊れない。いいですね。あ、これいいかも。はい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 。あ、しかも早かったな。早い。スタミナも減らないですね。おうほ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 う。あ、耐久値すごいあるな。ああ。これ帰ってきた時にはもう家ない可能性があるな。これは持って行って一気に行くしかないな。 OK かな。直しましょう。で、嵐が終わったと同時にもう出たい。水も飲まなきゃいけないですね。それも忘れないようにしないと。あ、でも直しやすい。はいはいはい。この鉄ハンマーいいですね。どうだと思っていいのか。ハンマー自体も全然壊れない。早いですね。早い早い。これは作ってよかったな。うん、あっという間に治る。こんなとこですかね。いいんじゃないですか。あー、でもやっぱ耐久値は結構減るんだな、一回やるだけで。最後、水を飲んで、まあ、現地調達ですよね。シャベルもあるんで。よいしょ。あー、怖い。行きましょうか。
それで今度こそ出発ですね。